はい、どうも、平さんです。プロスピ2019実況を始めていきたいと思います。今日はですね、プロスピの2019が、最終アップデートありましたので、アップデート自体は昨日なんですが、見ていきたいなと思います。で、オリックスファン、僕はオリックスファンなので、オリックスの選手を紹介していきたいなというふうに思ってます。まあ、時間があれば他の選手も見るんですが、多分、オリックスの選手だけで終わると思いますので、まあ、ご了承ください。はい。では、見ていきたいと思います。はい。で、オリックスの選手ですね。はい。山岡選手なんですが、まあ、349ですね。まあ、最多勝じゃない。最高勝率を獲得しましたね。タイトルを獲得しましたので、まあ、能力も上がっているのではないかというふうに思います。はい。で、山岡選手は、今年は援護に結構恵まれたところがありまして、以前能力についていた援護をのマイナス能力っていうのが消えてて、で、長い回を投げることが多かったので、スタミナも少し上がっているっていうところですね。はい。で、プレミア12でも活躍してますので、まあ、よかったら応援、これを機に応援していただけたらなというふうに思います。はい。で、山本投手ですね。山本投手も、まあ、プレミア12に出て活躍している投手ですね。まあ、最優秀防御率1点台で取りまして、まあ、高卒3年目以内での、まあ、1点台での最優秀防御率獲得っていう偉業を成し遂げた選手ですね。中継ぎで去年ですね、まあ、大活躍しまして、こちらも1点台だったと思うんですが、活躍しまして、満を持して今年先発デビューということで出てきた選手なんですが、まあ、大活躍してくれたというところですね。山本選手、山岡選手というのがいたことによって、今年オリックスはちょっと頑張れたんではないかというふうに思います。で、山本選手の能力なんですが、寸前というのがついてしまいましたね。長い回を投げることが、まあ、あったんですが、8回とかになると、急に、まあ、制球を乱して打たれてしまうということがちょこちょこあったので、まあ、寸前っていうのがついてしまったのかなというふうに思います。で、今年最初のデータでは155キロだった球速が157キロまで上がってます。で、先発になったことによってスタミナも67から171まで上がってます。で、能力自体は、特殊能力は、そうですね、対左が D から B に上がってますね。対ピッチが少し下がってますが、それ以外は大きな変化はないという感じですね。はい。じゃあ、まあ、メインどころというか、主なところをどんどん紹介していけたらなっていうふうに思います。榊原投手ですね。今年ブレイクした選手ですかね。まあ、去年も出てたかな、去年も出てたかもしれないですが、まあ、育成出身の選手で、まあ、気迫あふれるピッチングをしてくれる榊原選手ですね。見てて結構気持ちいい選手ですね。まあ、三振とか取った時のガッツポーズとかが、やっぱり見てて気持ちいいので、これからも頑張ってほしい選手ですね。まあ、全然、なんでしょう。まだまだ活躍できる伸びしろを秘めた選手かなっていうふうに思うので、頑張ってほしいです。はい。では続いて、田島選手ですね。田島選手ちょっと能力が落ちてしまったんですが、まあ、怪我で、あまり試合に出れなくて、それですね、復帰してからもあんまりいいところ見せれなかったので、まあ、下がってしまっても仕方ないかなっていう感じですね。まあ、去年は結構活躍したんですが、まあ、今年あんま良くなかったということで能力が大きく下がってしまったっていうところですね。まあ、80ぐらい下がってますね。はい、頑張ってほしいです。で、海田選手ですね。中継ぎでかなり大活躍しまして、1点台、防御率1点台を残したベテラン選手です。まあ、オリックスの投手陣は今、若手選手がかなり多く出てきてまして、海田選手のようなベテラン選手に頑張ってもらえると、かなり
チームが活性化するんじゃないかなっていうふうに思います。あとは近藤選手でしょうか。で近藤選手は、中継ぎとしてフル回転しまして、まあ、かなりの試合数投げたんじゃないでしょうか。ただ、まあ、調子を崩す場面が何度かありまして、で2回ほど2軍に落ちてるんじゃないかなっていう感じですね。まあそれでちゃんと、まあ、調子を戻して戻ってきてくれるので、長い間活躍できたので能力も、いい査定になってるんじゃないでしょうかっていうところですね。はい。で増井投手は抑えとしてちょっと炎上を繰り返しまして、まあディクソン投手に抑えを譲るっていう形になりました。で能力もかなり落ちてしまいましたが、まあ、中継ぎになってからは結構安定してる場面もあったので、来年も期待したいなっていうふうに思います。あとディクソン投手は抑えになりまして、まあ、先発と大きくその変化球投げる割合であったりですとか、そういうのが変わりまして、ストレートとナックルカーブをほぼほぼもうその2球種のみぐらいの勢いで投げてましたので、ナックルカーブの球威がかなり上がっているっていうところでしょうか。はい。で、まあ、ランナーを出してしまったり、フォアボールを出すことが結構多かったので、それでちょっとマイナス能力が増えたのかなっていうふうに思います。で、若月選手ですね。今シーズン主に正捕手として活躍した若月選手なんですが、100試合以上出てて、打率が1割8分ぐらいでしたね。で、ミートがやはり課題かなっていうふうに思います。まあ、守備面はそんな大きな問題はなくて、まあ、若手投手陣を引っ張っていってもらえたので、まあ、良かったのかなというふうに思いますが、やっぱミートが、まあ、攻撃面が課題かなというふうに思います。で、福田選手、リードオフマンとしてチームを引っ張ってくれたんですが、まあ、キャプテンとしても引っ張ってくれましたね。で、対左に対しては3割近い打率を残したんですが、対右があんまり良くなくて、まあ、そう、合計で、トータル、まあ、2割5分ぐらいで落ち着いてしまったなっていうところと、やっぱり、まあ、弾道があまり高くないので、まあ、パワーもちょっとあまりないので、ゴロっていうのが非常に多くて、まあ、稼げなかったのかなっていうふうに思いますね。まあ、左方向であったり、まあ、そう、逆方向ですね、いわゆる。逆方向であったり、深いところ、ショートの深いところとかに打球を転がせるようになれば、足の速さがあるので内野安打も狙えるのかなっていうふうに思います。まあ、そういうふうに、なんていうかね、打率を伸ばしていってもらえれば、いいのかなっていうふうに思いますね。塁に出れば盗塁もできますし、まあ、失敗の数もちょっと多いので、まあ、盗塁 D という評価なんでしょうが、まあ、盗塁王も狙える足の速さを持ってますので期待したいと思います。で、足立選手ですね、まあ、怪我というか病気がちなので、まあ、難病を抱えている選手ですので、そうですね、まあ、守備の安定感はあって、まあ、打撃に関してもいいところで打ってくれる選手なんですが、いかんせん試合に出れないことが多いので、まあ、無理はせずに頑張ってほしいなっていうふうに思います。まあ、ロメロ選手と仲が良かったりして、すごい明るい選手ですので、まあ、チームにとっては欠かせない選手ですね。大城選手はちょっと怪我がちで、最後の方はあまり見れなかったんですが、まあ、ショートを守ったりサードを守ったり、まあ、センターを守ったりして、いろんなところで守備もできますし、まあ、打撃に関しても結構打つことができる選手だと思うので、どんどん頑張っていってほしいと思います。来年レギュラー取ってほしいなというふうに思います。で、こちら中川選手なんですが、ドラフト7位ですかね、でルーキーで加入しまして、東洋大学かな
甲斐野選手とかと一緒の大学ですね。上茶谷選手とかと一緒でしたかね。の大学で、まあ、ドラフト7位で加入しまして、まあ、それでちょっといまいち、まあ、最初の方は査定が分からなかったんだと思うんですが、まあ、パワー型に分類されてまして、まあ、どちらかというとパワーはそこまで目立つような選手になって、どっちかというと、まあ、ミートのうまさで活躍できる選手かなっていうふうに思うので、ミート D ぐらいでパワー E ぐらいでよかったんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、かなりミートが上昇してまして、能力値もかなり277、220ぐらいだと思うので、277まで上がってかなりいい選手になってるなっていうふうな印象です。まあ、交流戦の首位打者にもなりましたし、合計、まあ、トータルで、まあ、3割近い打率を残すことができたので、来年3割バッターになれるように頑張ってほしいなと思います。まあ、本職はセカンドなんですが、まあ、セカンドも守ったりほとんどなくて、まあ、一塁手っていう登録になってますね。まあ、一塁かサード、三塁ですね。ファーストかサードで守ることが多くて、まあ、ほぼほぼ、サードだったんじゃないかな。と思いますね。まあライト出てることも多かったですし、まあまあどこでも守れるっていう感じですかね。はい、来年楽しみにしたいと思います。西野選手は、まあ、怪我が多くてですね、こちらもあまり見ることはなかったんですが、まあ、貴重なサードの選手として、まあ、ミートもかなりいいと思うので、3割も狙える選手ですので頑張ってほしいなと思います。で、吉田選手、まあプレミア順にも選ばれるパリーグを代表するバッターですが、まあ、首位打者争いもしましたし、残念ながら取れませんでしたが、森選手に取られてしまったのでダメでして、あと最高出塁率も近藤選手と争って、まあ、2位に終わりましたね。で、ミートが、まあ、首位打者争いもしたので、まあ、多少上がってまして、対左がちょっとしてるんですが、まあ、ミートが上がってまして、まあ、ホームランも今年キャリアハイに29本、あと1本で30本だったんですけど、29本になりまして、まあ、パワーも上がっているというところですね。まあ、初球であったり、まあ、片目打ちもついたのかな、もともとあったかな、ですね。で、あとはそんな大きく変わってないかな、まあ、チャンスも悪かったと思うんですけど、能力が E とかだったと思うんですけど D まで上がってますね。はい、あとロメロ選手ですね。今年ちょっと怪我がちでロメロ選手がいないと負けるみたいなところが多かったんですけど、まあ今年3割ぐらい打率は残しましたし、で出てた試合ではかなり活躍もしてましたので、この評価には納得かなっていうふうに思います。怪我さえなければ、まあ、リーグを代表するバッターになれるので、まあ、ホームランも期待しつつ、チャンスにも強いバッターですので、期待したいですね。来年欠かせない存在だと思います。で、モヤ選手、中日から加入したモヤ選手ですね。モヤ選手がファーストに固定されることによって、まあ、若手選手の競争も活発になるので、まあ、外野ですね、センター、ライトあたりが埋まってないポジションですので、マヤ選手が定着してくれるっていうのは、オリックスにとっては大きいですね。まあ、ホームランも打てるバッターですし、まあ、まあ、両打ちではありますが、ほぼほぼ左打席しか立たないですね。まあ、流すこともできますし、まあ、逆方向にホームランだったり、まあ、右方向が一番多いですけど、ホームランを全然打てるバッターですので、来年は20本ぐらい期待したいですね。まあ、よく言えば、吉田選手、ロメロ選手、前選手、30本取りをというのは期待したいですね。で、あとはどうしましょうかね。俊太選手は打撃が課題ですよね。守備は文句ないので、打撃をっていうところですね。はい。で、あとこの宗選手なんですけども、まあ、後半、レギュラーとして定着しまして、センターのレギュラーとして定着しまして、まあ、ミート若干下がってるんですけども、まあ、後半3割近くまで上げてきてたので、まあ、来年見返せるんじゃないかなっていうふうに思ってます。あと、選球眼がいいにはなってるんですけど、選
球眼もかなり良くて、フォアボールを取ることができるので、まあ、来年、まあ、1番2番あたりで定着したら、塁を賑わすこともできますし、活躍できるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、パワーもパンチ力あってホームランを打てる選手ですので、まあ、10本ぐらい打ってくれれば大きいかなって。今年は多分3本ぐらいだったと思います。はい、でこの佐野選手も、足の速い選手としてかなり期待している選手で、まあ、今、プレミアにも選ばれているソフトバンクの周東選手ですね。周東選手みたいな選手になってくれればいいかなっていうふうに思います。やっぱりまだ打撃面に課題があるので、ダイソーとしてまず盗塁をするところから始めてほしいですね。ものすごい足が速いので、もう多分甲斐選手からでも楽々ぐらい盗塁できるぐらい足が速いので、頑張ってほしいですね。はい、であと張躍選手ですね。今年から支配下になった張躍選手、台湾代表に選ばれてまして、昨日7回無失点、ベネズエラ戦で7回無失点で抑えてましたし、来シーズン期待できる選手かなというふうに思います。まあ、日本のオリックスでの所属の時の試合では、5回2失点3失点みたいなイメージで、そこまでなんて言うんでしょう、いいなっていうほどの選手ではないなっていうふうな印象だったんですが、ベネズエラ戦を見て、まあ、全然できるんだなっていうふうに思ったので、来年期待したいと思います。ローテの一角に出るような選手になってほしいです。はい、アラニ選手もルーキーで今年先発をも何回か投げてて、まあ、後半の方はかなりいい活躍をしてたので、こちらも来年期待できるんじゃないかなと思います。黒木選手なんですが、かなりいい選手なんですけども、まあ、怪我してしまいまして、トミー・ジョン手術しまして、来年支配下から外れて育成選手になるということになっております。まあ、黒木選手は戻ってきてほしいですね。ドラフト2位だったかな、山岡選手の時のドラフト2位だったと思うので、そうですね、まあ、ね、期待したいですし、まあ、中継ぎエースだったり先発でも全然活躍できる選手ですので、頑張ってほしいと思います。で、澤田選手ですね。今年3選手も怪我だったり、上がった時にあんまり抑えれなかったりで、こんなような評価になってますが、全然星も300超えたりできるような選手ですし、中継ぎエースとしてセットアッパーを任せたいような選手ですので、来年また見返してほしいなと思います。藤波選手も今ちょっと調子悪くて今シーズン成績は残せなかったんですけど、まあ、藤波選手と一緒に大阪桐蔭のピッチャーとして、同期ピッチャーとして、あの全国優勝の時代を思い出して頑張ってほしいなというふうに思います。あとは、太田亮選手ですね。今年ルーキーの太田亮選手、もう高卒天理高校からドラフト1位で入団しまして、まあ、今年初ヒットは出なかったんですけども、1軍で出まして、まあ、守備、結構いい守備を見せてくれたので、期待できるかなというふうに思います。まあ、普通に全然ショートとして見れる守備でしたので、あとはヒットミート力を上げてもらって、まあ、ホームランも2軍では打ってると思うので、ホームランも期待したいですね。来年楽しみにしてます。で、あと義母選手、こちらもドラフト1位の沖縄出身の未来沖縄高校という高校のプロ初の選手ですね。初のプロ、未来沖縄高校の初のプロ選手ですね。で、こちらの義母選手はちょっと最初デビューした頃の試合で、まあ、2試合連続中田翔選手の第1球を落球するというのがあったんですけども、まあ、それ以降は堅実な守備を見せてましたので、まあ、それでちょっと捕球が下がっているのかなというふうに思いますが、まあ、全然問題なく守備できる選手ですので、まあ、ヒットもツーベースとかも打ってたので、
まあ、来年期待したいと思います。まあ、ショートのポジションは結構流動的なので、まあ、奪ってほしいですね。あと、T 岡田選手ですね。まあ、いろいろオフで揉めましたが、今、プエルトリコでリーグに参加していると思います。今年ちょっと活躍できなくて、1割台に終わったんですが、最終戦、まあ、三振には終わりましたが、最終戦の後、満塁で登場しまして、あの大歓声、心に響いたんだと思います。それで、また残るよって言ったんだと思うんですけど、まあ、来年期待したいですね。はい。で、西浦選手ですね。西浦選手も、ライトのレギュラーを取れる選手だと思います。まあ、肩もすごい良くて、レーザービームしてましたし、まあ、そうですね。まあ、ミートさえ上がってくれればってところですね。まあ、2割前半の打率だったので、今年は、まあ、まだ20歳ですし、どんどん成長していってほしいなっていうふうに思います。まあ、満塁男って言ってるのは、満塁で多分ソーセーションのタイムリー、ポテンヒットって言うんですけど、タイムリー打ってたので、それかなーっていうイメージはあります。杉本選手ですね。貴重なホームランバッターですね。ラオウ。ホームラン打てるバッターなので、かなり期待したいと思います。ミートがやっぱり課題で1割台だったり、まあ、ホームラン半分以上が、ヒットの半分以上がホームランだったり、もう、なんでしょう。当たればホームランっていう感じなので、この当たる頻度を上げてもらえれば、かなり優秀な選手になるんで、頑張ってほしいところですね。はい。はい。で、いろいろ見てきましたが、やっぱり、一番成長した選手は中川圭太選手ではないでしょうか。まあ、こういう選手打者から始まり3割近い打率を残したので、まあ、新人王取れてもよかったんですが、やはり、ちょっと高橋礼投手っていう、まあ、12勝ぐらい上げましたね。投手がいたので、まあ、譲ってしまうって形になりますね。まあ、高橋礼投手がいなかったら新人王で取れた選手だと思うので、来年も期待したいと思います。はい。では、これぐらいでおしまいにしたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。